様、こんにちは、てつくりです。いつも思うんですけど、明石駅よく利用してるので、まあ、明石駅の紹介動画作ろうと思ったらですね、また遅れてしまいました。でももうちょっと正常通り運行している状態を撮るのはもう辛いので、もう今日撮っちゃおうと思います。なんでしょうね、この明石駅に来るといつも遅れてる気がします。なんか薬病神があるんでしょうか。この新快速が走ってる路線で、1日も遅れなかったという日を遅れなかった日があるということをあまり感じないんですけど、なんでしょうね。先ほど放送があった通り、加古川方面には、快速電車が7分ほど遅れてるという話でした。こちらに止まってきているのは山陽電鉄。山陽電鉄はね、かなり遅れることが少ない路線なので、今遅れを取りたくないっていう場合はこの山陽電鉄を利用するのも一つの手かと思います。新快速にはまあ及びませんが、まあスピードはまあまあ直通特急を乗るとそんなに遅いというわけではないので、これを利用するのもまあ一つの手かなと思っております。はい、向こうには明石城というものがありますが、たびたびね、ここで来た時に少しお話とかしてるんですけども、はい、山陽電鉄あちら発車いたします。この明石駅は山陽電鉄と JR 電鉄なんだそれ JR とまあ山陽の乗り換え駅でもありまして、まあ、駅前にもね結構繁盛してるみたいです。はい、で新規バスなんかもあって、交通のまあ要所といった場所でしょうか。でこの明石駅南側に約ね300m、400m もうちょっとあるかなぐらい行くとね、ジェノバラインという、今度淡路島というね鉄道が走ってない島があるんですけど、そちらの方に行く列車になります。そんな駅なんですけど、今ねなんか下り方面の列車がまたなんか5分か6分遅れてるとかそういう話があるのでね、ちょっとこれはなんでしょうね。なんか僕がこう電車取る、明石で電車取るときってなんか大体なんか遅れてるんですけど、一回ね遅れてなかったのはね、あの前の動画でお話ししたんですけど、前の動画かな、だいぶ前の動画で、なんだっけ、なんかの動画なんだっけな、言ってた一番乗り場に、24分発の普通西明石行きというものが来まして、西明石より先大久保魚住土山方面、東加古川、そして、まあ、加古川新快速ともあるんですけど、そちら方面に行く列車は今全然ない状況となってですね、なんか西明石に行く列車をさ、そのまま加古川まで行きますとかいう風にしたいの。加古川まではねあの列車対応してるんですよ。あれが放送がありますが、新快速だそうです。こちらは321系普通西明石駅です。これ今日とかね高槻から来たんですけど、新しいのこれ、めちゃくちゃ綺麗じゃねえか、めちゃくちゃ綺麗、めちゃくちゃ綺麗、ものすごい綺麗ですねこれ。ちょっとね番号見れなかったんだけど、めちゃくちゃ綺麗だわあれ。はい、でご紹介遅れましたが、この明石駅ね、山陽電鉄の乗り換え駅で、まあ、山陽電鉄では山陽電鉄の駅内、駅の中で1位、そして JR の中でも兵庫県内で確か12位だっけな、なんかそんぐらいの利用者数、乗降客数を誇っているそうです。実はね、ここの明石から向こう方面で行くのと、少し路線が変わりますので、そこから先のね、住宅街なんかに行く人は山陽電鉄に乗り換えるといって、まあ、そういうことを行う人もいるわけです。あちらは山陽電鉄の6014系ですね。実はこれ、2回目です、見るの。はい、6014系というものは4両で走っていまして、あれに走っていきます。あれは妻駅かな、妻駅ですね。と言ってたらですね、新快速が来たようです。いいね。新快速の到着です。新快速 A という表示ですが、これ多分おそらく姫路行きでしょうね。通常はこの新快速の1本前に快速が来るはずだったんですけど、7分遅れてるとかそういう状況で、この新快速の後に快速が来るという、まあ、またひどいダイヤになってしまっちゃって、この列車は新快速223系2000番台です。
番後ろの場所をまあ映しているんですけども、新快速、こっち方面にはね表示されない仕組みになっていると思いますが、これ多分姫路行きですね。どこ行くかは分かりません。書いてあるのかな、書いてないよな。2000番台の特徴ともいえるこのライトに、テールランプが一体型になってるね。全両編成で姫路方面へと発車していきます。今日はまたね少しね困った一時ダイヤではないんですけど、一時ダイヤみたいなもんですよねこれ本当に。まあでも GR はね回復率が早いというか、まあ、そんな感じです。なんか言ってますね、各川方面がどうのこうの。次に一番乗り場から発車する列車は30分発かな、あれ奥にはこんなものあります。じゃあね、12時36分頃を見込んでいるそうです。じゃあねもう本題に入りまして、普通にちゃんと動画撮りたいんですけども、ここが一番乗り場です。この一番乗り場は下り方面の普通、そして快速列車をさばいています。2番乗り場も上り方面の普通快速をさばいています。そしてあちら側にある3番乗り場、4番乗り場ですね、ホーム柵というものがありますが、こちらのホーム柵、まあ転落防止柵ということで、速い列車、まあ、例えば新快速でという列車であったり、あと貨物ですね、貨物の停車、まあ、停車はしませんけど通過する場所に使われる場所です、まあ、この隣の、ね、西明石駅からこっち方面の須磨とか神戸とか三宮方面の列車はこの1番乗り場2番乗り場からまあ発車するといった形になります。奥にはねこっちめっちゃ見にくいけど実はこれ海なんですね。奥にちらっと見えてるの、それがもう驚きです。海がすぐそこにある、まあ、明石は魚海ぐらいしか取り柄がない。そんなこと言ったらダメなの、いろんな意味もあるから。じゃああれ見ていきましょうか。はい、また今から騒がしくなってきますね、駅が到着の放送、発車の放送とかで。まあ、それは嬉しい限りなんですけど、こちら223系の2000番台かな、2000番台ですね。快速京都方面前原駅です。2000番台か、やっぱ代表格とも言いますからね。はい、扉が閉まりまして、まもなく発車します。快速前原駅と書かれておりまして、この次止まりますのは、舞子、垂水、須磨、神戸、あ、兵庫ですね、兵庫忘れてた、兵庫、神戸、元町、三宮、そこから先に船田、前、六甲道の方面と、まあ、進んでいくわけです。次、六甲町、住吉に止まるのかな。2000番台8両かな、あれが発車します。こちら1、2番線の方はですね、快速普通しか止まらないので、比較的短距離に行く人たちが使いますが、例えば神戸、三宮、芦屋、長崎、大阪から先京都方面行く人たちはあちらの方も、例えば特急であったり新快速であったり止まる場所、それを使うわけです。で今度ね向こう側から何かやってくるそうです。あの接近チャイムが鳴って、何がやってくるんでしょうか。ちょっとねこっち方面じゃないかもしれないわ、あっち方面ですね、新快速かな、おそらく見た感じだと。いや貨物ですね、めちゃくちゃ拡大しまくれば分かるんですけど、あれ EF210 系です。実はここ、通過する列車もあるんですね。貨物列車のように今通過する列車があるので、ここには転落防止策というものが取り付けられています。こちら神戸駅でも同じことです。大きな貨物を積んで走っております。この明石駅基本的にはかなり本数が多くありまして、上り方面の各駅停車だけでも1時間に6本7本とある場所になります。そして普通電車ですね、上り方面、1時間に6本7本と言いましたが、そのうちのね、半分ずつね東西線経由と JR 神戸線、京都線、そして京都方面、高槻方面に行く列車、そんな感じになっております。もう何
なんかすごいことになってますよね。1番乗り場から何が来る、2番乗り場が来る、3番乗り場が来る、4番乗り場が何とか来る、通過する通過するとか言って、おっとあちらから来たのは、山陽電鉄5702系、こんなに詳しく言わなくてもいいんですけど5700というもので、まあリニューアルされたものですね。何度かねお伝えしているんですけども、これ山陽明石駅に止まる列車で直通特急といいまして、ここ山陽明石を出ますと、直通特急は東二見、そして高砂、大塩と止まりまして、鹿間、そして終点山陽姫路まで行くわけです。なかなかねカメラワークうまくいかないんですけど、まあ、こんな風に綺麗ですね。道は下り西明石方面、西明石にね行く列車が1時間に6、7本出てまして、で上り方面はですね東西線の方経由して長尾とか長尾寺以外にもね、どこだろう、四条縄手とかその辺りに行く、まあ、京都の方ですね、京都とか大阪の南の方とかそっちの方に行く、まあ、列車が、まあ、発車していくわけです。上り方面と下り方面は結構複雑なんですけども、下り方面の列車は結構ね人がたまりやすい場所でありまして、一つの列車に集中するんですよね。はい、そんなこと言いながら2番乗り場でもやってくるんですけど、そうです、1番乗り場の中来る列車は、まあ、こちら姫路方面、姫路まで行くやつなんですけど、なぜか遅れてたみたいですね。ちなみに今の現在時刻は12時34分、1234、キリのいい数字です。反対から来ちゃったよ、207系の更新車。あっち取るよりこっち先取るか。あ、こちらですね、上り方面、東西線経由で四条縄手まで行くやつです。四条縄手、東西線というのは、まあ、大阪の手前、尼崎からも、ね、南の方、大阪の南側通りまして、大阪の南側といっても北新地とかなんでそんなに南ではないんですけど、その辺りを今通って、結局どこに至るのかな。四条縄手ですから、四条縄手というのは、まあ、京都の、まあ、南の方のところに行く列車でしょうね、とか言ってたら反対側から、まあ、列車が来るという接近放送が鳴ったので、約7分遅れかなでなんか発車するそうです。こちら四条縄手駅 H と書かれた、 H は東西線の、まあ、シンボルカラー、まあ、マークです。上には普通四条縄手駅、このドアの下にこの黄色い線があります。この黄色い線ついているものが、この207系のリニューアル車、体質改善車の特徴でもあります。はい、奥からやってきた列車はですね、先ほどから何回も案内がされていたんですけど、225系の100番台、普通姫路行きかな、青石行きですね、約6分7分遅れて到着しています。おお、風がこのいい音がいいですよね。そしてこのシングルアームのパンタグラフ、後ろにはね223系の4両を増結しているそうです。ということでこの列車、ここには明石駅には8両編成での入線となります。普通網走行き明石駅に約6分7分遅れて到着します。まあ、見た感じだと6分かな遅れは。たくさんのお客さんが遅れていた影響で乗り込みます。そして降りる人もたくさんです。ここから明石駅からバスに乗ってどっか行く人もいれば、明石駅の前を散策する人もいれば、明石駅から山陽電鉄に乗り換えて行く人もいる、そして新快速に乗って姫路まで行く人もいます。まあ、そんなこんなでこの電車ドアが間もなく閉まります。扉が閉まりまして車掌さんドア扱いを行います。安全を確認して今日の普通網走駅は発車いたします。ここから魚住や大久保魚住土山方面、時間を少しずつ短縮しながら、このホームに止まっている時間というのが、まあ、時間短縮に大いに活躍できる場所ですから、運転手さんの技量というものはとても素晴らしいものではありますが、最高速度を出してもですね、なかなか駅の間が短いこともあり、普通電車では間隔の調整が難しいんですね。ですからこの普通電車が止まるこのような多くの駅で時間調整というものが行われてますから、それに合わせて素早く行動し、次の駅まで定刻通りに頑張って停車できるように丸に戻すっていうんですけどね、ちなみに鉄道標語で
マルというのは定刻通りに運行することのことだそうです。あまり詳しくは知りませんがね、奥にはまあ3000系のアルミカ、こう考えるとね、 JR より山陽電鉄の方が運行頻度はまあ少ないっちゃ少ないですが、まあすごい綺麗に走っているので、ちょっと尊敬するところがありますね。じゃあ奥からやってきたのは新快速電車。新快速電車というのはまあ12両固定、まあ、固定ではないですね、4両と8両で編成が組まれていまして、で姫路より向こう側、そして、前原より向こう側、また大三塩町より向こう側に、来るときに新快速はこのようになると。あちらに同業者の方がいますね。はい、こちら新快速のイメージ機となります。一番ねこう喋りながら撮れるポイントがここなんですよ。お客さんがあまり少なくて周りの迷惑にもなりにくいかなという場所で、まあ、撮影をしております。いい音ですね。やっぱりこちらが A シートとなります。はい、こちら A シート新快速姫路駅と書かれておりますが、 A シートです。こちら9号車に組まれていまして、これ真ん中のドアぶっ潰されたんですね。ぶっ潰されたんです。でここに乗っている人たちは、もちろん、お金がいります。乗車着席料金というものがありまして、そちらは500円かかるんですかね。その500円を払ってここに乗ることができる。さらにはですね、緑の窓口というもので、まあ、指定席を取りまして、指定席機能というものもあります。まあ、東急電車というなんていうんですか、9シートのあの夕方版、9シートのバージョンですね。ここだけちょっと青っぽくなってていうのが分かります。で関西の車両は基本的に転換黒シートなんですけど、ここは特急仕様の、あんまり映さない方がいいんだけど、ここにはですね、いろんな設備がついていまして、リクライニングシートがついております。新幹線のような快適ぶりなんですね。はい、223系の天満台ですね。あれ姫路駅すごいね。はい、12両で発車していきました。あちらは A シート編成となります。 A シート編成は全て1000番台、何両かあるようですが、あれはねなかなか見たらね、あ乗ってみたいと思ってしまうような、まあ、列車であります。まあ500円かかりますがね。はい、いやここまでね18分って書いてあるんですよね、今録画時間見てると。多分20分ぐらい喋ると思うので、まあ、この辺でねこの動画終わりにしたいかなと思います。本日この明石駅、隣は朝霧、そして西明石駅、たくさんの列車、そして山陽電鉄の乗り換え駅、南に行くと船との乗り換え駅がございます。乗り換え駅ではないね、港がありまして、そこから淡路島まで行くこともできます。まあ交通の便はねかなりいいでしょう。新規バスもたくさん走っていますし、山陽バスはね分かりません。タクシーなんかもいっぱいありまして、お城もありますからね、立派な城下町です。ということで今回の明石駅のご紹介、この辺にさせていただきます。なんでこんなね、僕がこの明石駅に動画を撮ろうってなるとこんなに遅れるのか分かりませんが、JR 神戸線ね、今後とも遅れないようにしてもらっていったいとともにね、まあ、信号機の故障だったりそういうことが少なくなってくれるといいですね。あと人身事故とかもまあ本当は起きちゃダメなんだけどね、なるべくね少なくなって、みんながこんなとこでね自殺とかそういうことがないように、まあ、してもらいたい限りです。ではここまでご視聴ありがとうございました。まもなく20分になるのでね、多分ねエンディングが入ると思います。では皆様ご視聴ありがとうございます。次回の動画をお楽しみください。本日はこちら明石駅のご紹介でした。